いやお前さん、あの風景は完全に夜なんですが、はいはい、まだ6時半で、はい、これデイゲーム終わりなんですよ。そうなんです。今までデイゲーム終わりってまだ明るかったよね。いやいや、いつもね綺麗な空を撮ってましたけどね。もう夜よ、もうね、ここで季節の進行を感じるな。いや、今日これ撮ってる日がですね、はい、9月23日秋分の日なんですけども、秋分の日です。あ、季節を分けたなというふうに僕は思いました。この前ちゃんと説明したら秋分の日がどんな日かっていう聞きました。はい、均等になる日なんですよね。まあ、ほぼほぼね、ほぼほぼね、8分の誤差はあります。誤差というか、その8、ちゃんとした8分というあれはありますけれども、まあね、そうそうそう、誤差じゃない、はい、8分のちゃんとした決まりがあるんですが、まあでもその毎回8分じゃないんですけどね。ああ、大体ね、はい、まあ、それはね、この秋分の日とかで言うと8分なんですけどね、うん、真西に沈むんですよね。そう、真西に沈むんですよね。まあ、東からはね、真西に沈むんですよね、うん、だから今日だんだんこれを境に南の方に下がっていくんで、ね、今日もし夕暮れの沈む瞬間を見れた人は、うん、西が分かるわけですよね。あれが西かと。西です。ああ、いいな。そういうことね。夕焼けはいいですね。綺麗ですね。もうそんな夕焼けの時間も特に過ぎまして夜になっております。はい。さて、はい、何しますか。今日はですね、大前さんと軽いクイズ形式のテーマを。まあ、いや、大したクイズじゃないですよ。あの謎々とかこれ弱いから、ね。いや、謎々とかじゃないんですよ。はい、ですね、はい、我々プロ野球チップス第3弾お最近開封して。開封今2日目を迎えたんですが、2回やった、ね、はい、で今日これ取った日にですね、オリックス紅林選手が1枚当たりましたが、第3弾オリックスにはおばあちゃん誰が収録されていると思いますかという。何いるの。ですね、今確認しますね。1チームノーマルカード6人、うん、でキラーカードが2人です、うん、はい、キラーカードは、はい、ラオウとマサタカ。そう、この花マサタカさんともラオウさんですから。あー、ですね、吉野部かな。いや、第1弾のキラがね、はい、吉田選手と吉野部投手やったんですか。あー、そうかそうか、そういうのもあるんですよ、ね、重なることもあると思ってたんですが、はい、吉田選手はこの第3弾もキラカードに入ってました。そりゃそうだろうな、関係ないと思う、うん、関係なかったですよ。でもう1枚、ピッチャーです、お前さん、杉本選手なかったです。あ、ピッチャー、そう、杉本選手どうしかったな。誰やろう、どうですか。誰、まあ今年といえばのピッチャーです、お前さん。宮城。そうです。うだから宮城投手のキラと吉田選手のキラがあるらしいです。なるほどね、はい、はい、でこれはキラカード、うん、ノーマルカード今日紅林選手1枚入ってたんで、はい、あと5人。杉本、正解です。欲しいですよね、杉本選手のカード。欲しい、欲しい、欲しい、これは欲しい。あと4人。あと4人、何やろうな。まあ基本一軍のレギュラー、宗優馬。ああ、正解です。これも欲しいんですよ。福田周平、それが入ってないんですよ。おかしい、そう、おかしい、これおかしいなと思ったんですよ。はい、杉本選手、宗選手、紅林選手、あと3人。3人やったね。ピッチャー1人、野手2人です。僕はちょっとピッチャーね、これおばさん多分ね、うん、なかなか難しいと思いますよ。何人か上げていただいても。あ、そう、はい、ピッチャー誰だと思いますか。ヒギンス。違うんですよ、僕そうだったら納得できたんですよ、はい、あ、誰だと思います。誰やろう。これ10分まるまる使いますよ、この動画。このクイズに。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ピッチャーでしょ。ピッチャー一軍やろ。まあまあ、まあ、なんて言ったらいいんかな、はい、今季一軍で、うん、投げていたピッチャーって感じですかね。投げていた、あ、分かった。はい、誰でしょう。漆原。いや、違うんですよ。違うの。違うんですよ。あのね、僕ちょっと今日分かったことが1個あるんですけど、はいはいはい、今日佐藤輝明選手のカードがね1個出たじゃないですか。佐藤輝明選手のバックがメットライフドームの交流戦やったんですよ、はいはいはい、だからきっとね交流戦らへんに選別したんちゃうかなって思ったんですよ、まあ、そうかもしれないね。 なんであの辺頑張ってたピッチャーって言った方がいいんかな。誰誰と思います。今じゃないんですよ、きっとこれ選別してるのが。なるほどな、はい、これちょっと謎を解けました、1個。そういうことかと思って。あの頃、そう、それで考えたら納得できるかもしれないです。能見さん。あ、能見さんは、ノーマルに入ってないんですけど、うん、あの箱買いしたやつに限定でついてるカードの一つらしいです。なるほどね、わかんないよ。答えいきますか。教えて。ピッチャーは増井投手です。はあ、
そう、交流戦らへんはローテーション。ちょっとでもそれは気づかへんな。ですよね。今のイメージからしたらね。イメージからしたらね。だからヒギンス投手とかやった方が分かりやすいんですから。ほんで、ほんで、あとは。あと野手2人。おばさん誰だと思います？誰やろう。クイズです。若月。若月選手入ってないんですよ。僕ね、伏見選手入るかなと思ったんですよ、正直。入ってなかったんですよ。伏見第2弾にあったやん。あ、そうか、だからか。そうか、そうか。前は第2弾あったやん。あ、そうや。で、第1弾は頓宮選手だったんですよね。そう。あ、ほんまや、若月選手じゃあ入ってどうしかったな。そういうことやろ。ほんまや、でも入ってないんです。あだちゃん。あ、正解です。あと1人です。足立選手、宗選手、紅林選手、うん、杉本選手、ピッチャー増井投手、あと1人です、レギュラー。野手やろ。野手です。レギュラーです。レギュラーで。レギュラー。レギュラーで。レギュラーで。福田君ちゃうのやろ。福田君じゃない、福田選手じゃないんですよね。そうやん。レギュラーやろ。レギュラーなんです。もや。僕もね、もや選手だと思ってたんですけどね、違うんですよ。誰よ。いや、あの交流戦らへんにめっちゃ頑張った選手です。誰よ。6月、あの僕この選手のこの間たまたま月別の成績見てて、6月めっちゃ打ってるなと思った選手です。誰？その人ね、7月、8月、9月の月間打率2割1分やったんですけど、はい、6月だけ3割何分打てました。だから交流戦まさしく、あ、だから選んだんや。なるほどね。誰やった？答えが何やったら答えてください。分からへん、もう教えて。答えいきますか。6月、打率、月間打率3割超えまして、ホームラン8本月間放った T 岡田選手です。T な。でも T さんもそうやし、足立選手もそうなんですけど、第1弾でいっぱいあったじゃないですか。だから福田、僕は福田選手とか若月選手とか、その1弾になかった選手欲しかったなと思いました。ほんまやね。で、そうなんですよ。そこは入れなあかんような気するけど、うん、まあ、確かにその他の選、他の前こんな話もしましたけど、うん、他の球団のファンでも知ってる選手、うん、だから足立選手と T 岡田選手はね、知名度的にも例えば横浜ファンがこう当たっても分かる選手だとは思うんですけれども、でもやっぱ福田選手言ってほしかったなって。いやーねえ、うん、ちょっとまあまあ本当その時期なんだろうな。だからね、交流戦やでしょうね、きっと。分かりました。はい、そんな感じでした。はい、じゃあそれが出るように頑張りましょうか。これが出るように頑張りましょう。はい、でそれとは別にですね、うん、特別カードも何枚かあって、うん、交流戦カード、あの第1弾でいう開幕投手カードとか、第2弾でいう何でしたっけ、なんかあったじゃないですか、そういう記録のやつかな、記録やつかな。そう、それの交流戦カードっていうのがあって、はいはいはい、これに山本由伸投手がオリックスからは選ばれてます。なるほどね。でね、僕もう一個あって、チェックリストカードっていうのがあるんですよ、はいはい、ちょっとこれ僕チェックリストが分かんないんですけど、うん、日本ハム杉谷選手と広島中村選手、はい、ヤクルト石川選手と、うん、もう一個ね、オリックス交流戦優勝カードっていうのがあるんですって。ああ、なるほどですね。そう、これ欲しくないですか。欲しい。交流戦優勝カード。あー、何やろ、どういう場面なんか分からへんけど、ねえ、ねえ、交流戦でそういえば最後の試合で栗林からさ、うん、T 岡田さんサヨナラヒットを取ったもんね。ああ、サヨナラでしたね、そういや。あれでさ、無失点の記録をね、取られたという、はい、そうでした、そうでした。開幕から無失点やったけど、ね、だから僕、この第3弾はですね、うん、僕の個人的な狙いは、チェックリストのオリックス交流戦優勝カードが欲しいなと思ってます。あれ優勝みんな並んで撮影とかせえかったもんね。そうですね、交流戦明けに軽く撮影はしましたけど、うん、試合前に。そうやな。でも全員いないもんね。全員いない。そうなんですよ。そうそう、足立選手とか多分お休みの日だと思うんですけど。それしかないやんね。なんですかね。うん、だからそのどんなイラスト使われてるのかなと思って。なるほど。はい、まあ、ちょっと見ましょうね、まだね、はいはい。だからいっぱい買って。教えてください、皆さん。当てた人はどうですか。はい。交流戦優勝カード特に。あと特に宗選手とか、杉本選手とか欲しいですね。そうですね。うん、なんとか。当てていきましょう。当てていきましょう。まあ、当たれへんだよね。ね。まして。はい。はい。